レジスレーションをトまね第2巻にあるビライエトッポー、ビライエトは、1867年1月21日のビライエトッポーの交付により正式に成立したオスマン帝国最大の行政谷、州。タンズイマートにおける一連の改革の中でアレトに、変わる形で設置されたものである。1856年の改革直例で改革が宣言されると、 1864年にミドハトパシャを知事とするビライエトドナウが試験的に設置された。その後次第にビライエトへの移行改革が進み、1884年に帝国全土でビライエト制の施行が完了した。ビライエトの語源はアラビア語のウィラやウィーライアである。アラビア語での原義は特定の行政区画を指さない単なる 地域程度のものであるが、オスマン帝国ではこれを行政単位の一つとして採用した。1840年代からオスマン帝国では従来の州などの行政区画の再編改革が始まっていた。ビライエト法はこれを帝国全土で統一し、行政単位を整理するものであった。最大のビライエトの下に三尺、その下にカザ、その下にナーヒン絵が置かれた。 ワーリは、ビライエトで皇帝の代理として振る舞う区画内最高の政治権威とされた。その下には、財政、公文書、外国人処理、公共事業、農業、商業を司る長官が相当する帝国の大臣により任命されて、ワーリを補佐していた。これに、司法長官を含めた者たちが、ビライエトの行政評議会を構成していた。 また選出された4人の議員からなる衆議会が存在した。ワーリ不在時にはビライエトの首都を含んでいる最高位の三尺の知事が代理を務めた。同様の構造は会の行政単位にも存在し、より会の行政官やミルレト政により選出された現地の各宗教の指導者たちが議会や諮問委員会に参加した。 1900年頃のオスマン帝国におけるビライエとの配置は以下の図の通りである。アダナアンカラアイドンバグダードバスラベールートボスニア、諸島州諸島州諸島州クレタジチ州三尺、ゾールディアルバクルエディルネールズルムハレプヒジャーズ、ヒュダウェンディガルイスタンブールユスキュープカスタモヌコンヤコソボ、マムレトウルアジズ、モナスティルモスルセラニクスイバスシリアトリポリタニア、 トラブゾンアニナエジプト複王領バニエルサレム東、ルメリアビトリス。ありがとうございます。